島県にお住まいのラジオネームみさきさんからです。しおんちゃん、わかなちゃん、みゆちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。しおんちゃん、初ラジオ出演おめでとうございます。ありがとう。しおんちゃん、初ラジオということで、初めてメッセージを送らせていただきました。しおんちゃんは NMB のいろんなメンバーに結婚したいと言ってますが、今のところ一番結婚したいメンバーは誰ですか？ファンとしてすごく気になります。とのことです。あー。ほんまに、しおんはね、いや、ほんまにな。わかなにも結婚しようって言ってるんですよ。なんて返すん？え、考えとくね。いやいやいや、違う違う。若菜さん、裏では私のこと大好きなんですから。ちょっとラジオでツンデレ出てる。じゃあ誰一番結婚したの、これ誰知ってもいいんかな、うん、これいいよ。うん、泣きそうなんですけど、うん、そうなんや、大丈夫なんかなぁ。もったいぶってめっちゃ何何何じゃあ、期間とく期間とくいいよいいよ。じゃあもうこれ期間とく、うん、うん、言いたいねんけど。じゃあ誰ですか？どうぞ。最近はね、うん、あの、ナナオさんが、うわ、うわ、え、モテモテ大好き。いや、モテモテ？ライバル？ナナオさん。違う違う、私だけ。黙れ黙れ。マジで黙れ。私結構ツンデレが大好きなんです。そうなんや。ナナホさんなんや。ツンツンで、うんうん、いつも逃げるから確かに、じゃん、捕まえたいって思って。あの、その現場見たことあるんですけど、ナナホさんはガチで逃げてる。あれ、なんかミカナさんとかココナさんとか、なんかミカナさん、ココナさんは逃げないんですよ。あー、確かに。なるほどな。みんな、はい、甘やかしてくれるもんね。なんか逃げなくて、ナナホさん、マジで七期生からモテモテじゃない？大丈夫、ナナホさんもう疲れてない？でも多分、ね、疲れて卒業発表しちゃったかもしれない。違う違う。ごめんなさい。え、だってさ、アイカも好きやん。で、ミユもさ、アイカが好きっていう前から好きやって、若菜もやで。そうそうそう、若菜と、あとフーワとユナも。え、じゃあちょっとライバル多いな。で、シオンやろ。待って、私モテモテな人好きじゃないから、じゃあ諦めようかな。よっしゃ、よっしゃ、ありがとうございます。楽しい。ナナオさんってことやってんな、結局は。知らんかった。でも、あの、ナナオさんの心の中には、シオンが一番なので、ちょっとやめてください、うん、みんな。あ、了解です。いや、わかります。すいません。ということで。